さんかな。今日は良い風が吹いておるの。本当に皆さんここで何をしてるんですか。どでかいコンドルの観察じゃ。ここから奴の様子を眺めて定期的に健康状態を確認しとるんじゃよ。あやつは悪いやつじゃないが、腹を空かせれば獲物を襲う。人が襲われたりしたら大変じゃからの。安全第一コンドル予報、わしらの発行してる瓦版じゃが、見たことあるじゃろ。コリンさん、今日はもう現れそうにないです。そろそろ部屋に戻りましょう。いや、もう少しだけ待たせてくれ。ここのところ姿を見てないからどうも心配でのう。やっぱり餌を用意しておくべきでしたかね。うん、一応掲示板にも依頼を出しては見たんだが。そういうことなら私たちがお力になれると思います。おお、それは願ってもない申し出だが。ここからそう遠くない孤島に住まう雄大で美しい鳥だ。わしは若い頃やつに助けられたことがあっての。礼というわけでもないが、こうして観察を続け生態を研究させてもらってるんじゃ。あのコンドルはプライドが高くての、人間が用意した餌などめったに食べることはない。だがいい匂いがすれば近くまで様子を見に来るくらいはするはずじゃ。戦争中敵に追われて迷い込んだ森で足を滑らせてな、動けなくなったわしをコンドルが近くの村まで運んでくれたんだ。餌と間違えただけかもしれんがな。あの時の怪我でわしの足は動かなくなったが、ここでコンドルを眺めているとわしも大空をかけているような心地になれるんじゃよ。ありがたい、助かるよ。この先の森にコンドルが好きな狩り場があります。餌を探しに向かうなら山登りが得意なチョコボが必要ですよ。しまった。遊びは終わり。キリエは中か。行くぞ。よく来たな。俺が何でも屋のキリエ。報酬って、なんだ。お客さんじゃなくて、うちの社員じゃん。こんなところまで出張、ご苦労様です。社員になった覚えはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。言われても分かりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。仕方ないから私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。地味、くら、不愛想。そんなんじゃ、廃業まっしぐらだよ。
すまない。うわっ、何この子、喋れるの？よろしく。うわー、すっごいかわいい。ねえ君、私のペットにならない？ほら、おいで。残念といえば、こんなに頑張ってるのに未だにお客さんゼロでさ、このままじゃ何でも屋の社長兼宣伝部長の名が去るってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。宣伝効果抜群でしょ。モンスター呼んじゃった。おそらくこの不愉快な音のせいだろうな。なんでも屋さん、お願い。モンスター退治得意だよね。なんでも屋なら自分で何とかしろ。そう言わずに。あ、ほらこれあげるから。いらない。クラウド、このままでは我々も危険だ。行くしかない。ほら、何でも屋さん、ちょっと見せないで、もっと働いて。いいね、さすが自慢の社員。俺は油断したな。クラウド、まだですか？待ってるのもあった。渦巻くこの隙に、しかし仕上げだ。学びがあってよかったな。仕方ない、ここでの営業は諦めるとしよう。じゃあ私もう行くから、後片付けよろしくね、シャイくん。おい、一緒に来る？ほらおいで。放送が聞こえて外を見たら、モンスターが海を移動してて、いやーでも心配無用でしたね。さすがアバランチの皆さん。それで何でも屋さんはどうなりました？出て行った。そうですか、じゃあここは片付けなくちゃ。それよりロードナーさんから聞きましたよ、皆さんも何でも屋をやってるって。いや最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。クラウドさん、データを分析した結果、ジュノンに潜む怪人マインドフレアが見つかりました。この恐ろしい怪人は人間の脳を吸い取ると言われています。一刻も早く討伐をお願いします。うちの子たちを連れ戻してほしい、クポ。子供たちを連れ戻してくれて助かった、クポ。
モーグリモグとマグが一緒に作ったお店を潰さずに済んだクポ。ありがとうクポ。お買い物をして幸せになるクポ。クラウド様、マインドフレアの製造地に到着しました。相手は得体の知れない怪人です。しっかり準備を整えて挑みましょう。フォートか、懐かしいな。戦術訓練で使ったことがある。ボードゲームにもなってるよね。ウェッジたちがハマってて。私も異常値が急上昇。ティマさん、ダメです。援軍だ、援軍が来たぞ。なんじゃこりゃ。どうなっちゃったの私たち。なんだなんだ。ティファー隊長、あとは頼んだぞ隊長。援軍の皆さん、神羅軍はもうすぐそこに迫っています。どうか力を貸してください。え、おい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 、時間がありません。我々の作戦を説明するので、ちゃんとついてきてくださいね。こちらのおかげで助かった。礼を言うぞ隊長。援軍の皆さん、次の戦いの時は迫っています。奴らはまた必ず攻めてきます。俺たちと一緒にここで戦いましょう。参ったな。お、遠征とまだ。ん、あれに見えるわ。あれに見えるわ。何だったかは思い出せんが、あれは我が探し求めし者。待て待て隊長。何だったんだ。あ、私たちゲームの世界にいたよね。なバカな。一定とこだな。
な現象が起こるなんて。僕のデータベースでも類似の例は見当たりません。一体どんな原理で引き起こされたのでしょうか。仮にあの異常値を。落ち着けチャドリー。ね、どうするよ。エンシェントマターはあっちの奴らに持ってかれちまったぜ。そうか、エンシェントマター。微弱ながらエンシェントマターのエネルギーを確認。ということはコンドルフォートへの入り口も再び開かれていると考えられます。早速確認に向かってみましょう。ほほー、じゃあ約束忘れないでね。のんきなもんだな。まったくよ。コンドルフォート周辺、エンシェントマターの反応を確認。やはりそこが入り口になっているようですね。しゃあねえな。神羅の野郎どもを蹴散らしてやら。行くのはいいけど、ちゃんと戻ってこられるよね。前回のデータから推察するに、ゲームが終了すれば元に戻る仕組みになっているようです。万が一の時は僕が必ず皆さんを連れ戻します。慣れないなこの感じ。言うほど悪くはない。え？ぬー、突撃よろろと隊長。皆さん、また来てくれたんですね。おお、共にあやつらから我が宝を取り戻そうぞ。あれは俺たちの世界にあったもんだ。お前のもんじゃねえ。いい、黙れ黙れ。ごたくは良いのだ。今はとにかく突撃。本作戦の目標は神羅軍に奪われた物資の奪還です。隊長の無謀な作戦では敗退は必至。どうか力を貸してください。ケボー。援護します、隊長。はあ、俺たちも行くぞ。やりましたね、隊長。うん、あとは我が宝を取り返すのみ。いざ突撃。待てこの野郎。調子。のにおい。隊長。我が宝って言ってたけど、どういうことなのかな。いくつか仮説は立てられますが、いずれも確証に至るにはデータが不足しています。エンシェントマターの位置は不足済みですので、次の現場へ向かってみましょう。コンドルフォートへの入り口を発見。さあ、今度こそこの現象の謎を解き明かしましょう。おうよ。って待て待て、目的はエンシェントマターの回収だろ。あ、そうでした。すっかり夢中になってしまって。たく、これ以上ややこしくなる前にとっとと言ってさっさと片付けちまうぜ。さて、エンシェントマターはと。ここよ。早く迎えに来てちょうだい。待ってるわよ。あれって隊長さんだよね。いろいろとっちらかってんな。皆さん、どうか隊長を助けてください。
隊長がいなくなったら僕たち終わりなんです。どういうことだ。俺たちゲームの駒ですから、本当なら誰かが遊んでくれるのをボードの上で待つことしかできません。でもある日隊長が現れて、僕たち自分の力で自由に動けるようになったんです。隊長が来てからもう毎日楽しくて楽しくて。俺たちには隊長が必要なんです。タク、どうする。エンシェントマターを取り戻すには隊長さんを助けなくちゃ。うん、やるしかない。今我に敵なし。共に最強の帝国を作ろうぞ。隊長、待ってください。隊長、あの野郎、恩をあだで返しやがって。このおかしな現象はあの隊長が来てから始まったらしい。自由に動けるようになったって中のみんなが喜んでたけど。僕も北条から離れたあの時の気持ちは今でもよく覚えています。彼らにとって隊長さんは僕にとってのクラウドさんと同じ希望と可能性の象徴なのかもしれません。だとしてもよ、奴らもエンシェントマターもほっとけねえぞ。エンシェントマターの位置は不足済みです。よし、行こう。観測準備完了。こちらはいつでも OK です、クラウドさん。あの中に入ったらきっとまた隊長さんと戦うんだよね。今度こそきっちり蹴りをつけてやる。ここが隊長さんの帝国。我が宝、探し求めて千代や千代、虚しく一人漂いし日々。お前ら来ないでください。隊長は俺たちが守る。来るなら容赦はしない。蹴りをつけに来たんだ。望むところだ。こいつは返してもらうぜ。ゴゴ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 ゴ。遊んでくれてありがとう。またいつか一緒に。ああ、覚えておく。隊長さんの正体は最後までつかめ
そうか。もうみんなとは会えないのかな。その件に関しては僕なりに手を尽くしてみました。彼らにとって隊長さんの代わりになるかどうか分かりませんが、名付けてコンドルフォートバージョン CH2。 バトルシミュレーターのシステムを応用し、内部の演算機能を利用することでユニットたちが自由に行動、思考を広げていけるよう設計しています。彼らにその意思さえあればですが。次に会うときは敵かな味方かな。こいつはお前がしっかり持っとる。誰にも取られんじゃねえぞ。さまよいて時の狭間の橋の上。隊長？嫌だね。ならば力づくで奪うまでよ。お主相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。今のは一瞬ではありますが、位置情報が完全にロストして、クラウドさんに何かあったのではと。僕大丈夫だ、問題はない。あ、すみません、取り乱してしまって。なんだ、案外可愛らしいとこもあんじゃねえか。バレットさんのからかいに僕自身の苛立ちを検知。何かあっても自力で対処する。俺の心配はいらない。はい、今後は改めてセキュリティを強化しつつ探索に臨みましょう。見て、あそこ。今のがコンドルの好物か。匂い残ってないかな。じゃあ
られろ。当たれ。レイカだ。まだまだ。それ、すべてをかける。どうしようか。おお、戻ったか。手間をかけたな。あちらの高台に餌を置いてあげてください。おお、これは立派な肉だ。コンドルもたまらず降りてくるかもしれん。やっぱり好きだな、見上げれば空って。首を痛めないように気をつけろ。でも届かないものに手を伸ばすのってちょっと怖いね。エアリスはこんな気持ちなのかな。そうかもな。見て、あそこ。ん？近くまで来るなんて。ああ、いかん、写真、写真じゃ、急げ。はい。おお、シャッターチャンス。ほうで、はよせ。撮ります。それ。いい写真、撮れましたか。私、びっくりして緊張しちゃって。でもこれとてもいい写真だと思います。おほ、我ながら子供のような顔をしとるわ。たまにこんな奇跡が起こるからコンドルの観察はやめられんのかもしれんな。さあ、今日の記録をまとめたら早速次の観察会の準備をせねば。はい。次こそはうまく撮れるよう写真の練習もな。はい。あの、よかったらこれ記念にどうぞ。クラウド、顔